さあ、伊万里マリーナにやってきました。今回は船の免許を取ったので取ってたので、またレンタルして伊万里マリーナさんで船をレンタルして釣りに行きたいと思います。そしてゲストにどうぞ。にゃ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 、どうも、前回も出演させていただきました藤田です。今回も頑張りたいと思います。はい、頑張りましょう。そしてなんともう一人ゲストいますから、どうぞどうぞどうぞ。にゃ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 、おはようございます。で、翔一郎です。よろしくお願いします。もうね、翔一郎釣りめっちゃ好きでね、いつも行ってるもんね。お久しぶりで頑張ります。今回はこの3人に加え、釣り仲間トモニーも一緒に4人のクルーで平場を使い、底物を狙います。早速船に乗り込み、ケイタッシュの運転で平戸沖を目指します。今回のワンナイフィッシングはプライベートで釣りに行った模様を撮影しているため、慶三さんにもカメラを回してもらっています。素人のため映像が乱れたり録画ができていない部分がありますが、ご了承ください。さてさて、一行は1時間ほどでポイントに到着。この日の海はベタなぎで絶好の釣り日和。早速トモニーに当たりが。さらに隣の翔一郎くんにも当たりが。ダブルヒット。なんとともにいきなり平バネ2匹掛け。小物ですけどね。さて翔一郎くんの方はこっちも小物ですね。それ人がどうする？細かキャンプか太かとはつっけんね、今から。その太かとを最初に釣り上げたのはやっぱり主役のこの人でした。しかし、やば、電球押してられた。は？そうやろ。慶三さんの痛恨の録画し忘れで、大物との格闘中の映像は全くなし。どんまい、ケイタッシュ。キジハタ、やばいね。レック回してられたってどういうこと？頼んますよ。初そがんてかと。いや、初やね。いいね。来たよ。直後、再びトモニーに当たりが。横目で羨ましそうによっけど。トモヤさん、来ましたね。さすがっすね。怖か？うわ、またしても小物。それなん、これなんかね、おインゴって大物釣って。翔一郎さん来たばっかりだ。サングラスもかけてからかっこいいっちょしとかんき。かっこいいっちょ釣り人やね。かっこいいっちょしとかんき。一方慶三さんはというと、波も穏やかなこの日にまさかの船酔いでダウン。慶三さんはさておき、トモニーにいい当たりが。この引きは大物の予感。今までとやるやつか、さっきのぐらいだね。マハギ？なんすか？お、いやー、いい。来たね。いいね。いいよ。いいサイズ。いいサイズ。まあまあ、ここは畑やろね。おお、また。上がる？上がる。よっしゃ、今度はちゃんとレック回ってますかね。イエス。そして終盤、イエーイ、取りました。でかいやん。初めての、これ何？あら、キジハタ。キジハタ、やりましたよ。翔一郎くんにも大物が上がったところでタイムアップ。それにしても最後まで船酔いでダウンしていた慶三さん、何しに来たんだか。
他の3人はそれぞれ大物を釣ったので満足して伊万里マリーナに戻ります。さあ翔一郎、釣れたね。やりました。やりましたね。見ましたか、このデカサイズ。どうですか。やったね。やっぱケイタ氏のワンダーフィッシングレギュラー決定やない。そうですよ。また来週しましょうか。また来週しましょう。ちょ俺釣ってないんだけど。寝とってよ。初めての船釣り結構きついね。ずっと寝てました。スタッシュよったっしょ。